岩手県に土砂災害警戒情報が発表されました。詳しい地点を見ていきましょう。岩手県一関市、奥州市に土砂災害警戒情報が発表されました。ではいただいているリポートを見ていきましょう。岩手県花巻市の方からいただきました。突然雨が降ってきましたということです。先ほどまでは降っていなかったようですが、かなりザーという雨の激しい音も聞こえてきていますし、路面もかなり濡れております。空も一面グレーの雲に覆われていますね。岩手県では所々に活発な雨雲が発生しています。こちらからいただいているご報告では、ザーザー、そして豪雨レベルの強い雨のご報告をいただいております。この後も強い雨、大雨、そして土砂災害などに十分に警戒してください。最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースからもご確認いただけます。